どうも、三角結びです。今日のビデオはですね、トランジスタのダーリントン接続、このシリーズで、インバーティッドダーリントン接続、こちらについて動画を作ってまいります。よろしくお願いします。まずですね、回路を見ていただきますと、これはトランジスタ、ダーリントン接続しているんです。まず1段目のトランジスタに SC1815、NPN 型のトランジスタです。そして2段目のトランジスターですね。これは 2SA1015。PNP 型のトランジスターなんです。で、この2つのトランジスター、ダーリントン接続しますと、どのような特徴があるかと言いますと、NPN 型のトランジスターのベースですね。こちらに制限波を入力しますと、出力 PNP 型のコレクタから、出力するラインを作りますと出てくるのはなんと方形波なんですね。この回路の仕組みですね。T603 というチャンネルの方からご紹介を受けまして、今回ご許可をいただきまして動画にしてるんですが、出てきた方形波ですね。これはデューティー比がこのままだと 0.5 にはならないんですね。ですから、ここに書いてますコンデンサー1ですよね。0.1 マイクロファラットのものと、バイアス電流をかけてます100キロの抵抗。それがベースのラインとつながっているこの交点ですね。この交点とコンデンサーの間に可変抵抗、100キロの B カーブを入れると、デューティー比が調整できるようになります。で、今回はこの回路のですね、実験を行いまして、オシオスコープで観測した波形を皆さんに、見ていただければと思ってます。それでですね、まあ理論ははっきり言ってわからないんですけど、実際に実験してみると制限波が方形波になるというのをご紹介いたしまして、この回路、利用できる回路ございましたら、どうぞ皆さん、参考に、ご利用いただければと思います。それでは実験の方行きますのでよろしくお願いします。それではですね、100キロオム B カーブの可変抵抗器用意しました。これは B カーブですので、直線的につまみを回すと抵抗値が変化するというものでして、A カーブというのもございますが、それはオーディオ用ですね。まずこの挙動をテスターで確認してみたいと思います。テスターのマイナスを、まあ、3つ端子があるうちの真ん中につけるんですよ。で、右にプラスをつけますと、今、つまみは右に回し切ってますんで、左に回し切りますと、だいたい111キロオームと出るんです。では、このプラスですね。右の方についてますが、左に付け替えてみます。するとですね、今度は、左に回し切ってるのに0キロオーム。そして、右に回し切ると、111キロということになります。それでは最後にですね、まあ、左にプラスの端子つけて、一番右にマイナスの端子つけます。で、真ん中を開けていきます。するとですね、今、右に回し切ってるんですけど、111キロ。左に回し切ると、やっぱり111キロということで、両方、端につけてしまいますと、それは、固定された111キロのただの抵抗ということになってしまいます。それではですね、この可変抵抗、100キロの B カーブ、線をハンダ付けしたいと思います。まず今回は、鉛フリーハンダですね。それでハンダ付けしてみようと思います。真ん中と右にハンダ付けしてみようと思います。可変抵抗の左側にハンダ付けします。で、次は右側にハンダ付けしてみます。ハンダが乗りました。では、真ん中ですね。こっちに緑のジャンパーコードの先をですね、ハンダ付けします。つきました。次は赤いラインで一番右につけてみます。つきました。それではですね、先ほどのパソコンでご説明した回路ですね。このようになってます。まず、
この部品に 12V を供給すると、ブレッドボードに 5V を供給します。そして信号発生器から来た信号を 0.1 マイクロファラットのフィルムコンデンサーでいきます。反対側はこの 2SC1815Y NPN 型のトランジスタのベースに入力します。そしてですね、ここに電源から 100kΩ の抵抗が来てるんですけど、ベースにバイアスをかけてます。そして 5V から 1kΩ の抵抗を通してコレクターに入力します。エミッター設置してるんですよね。で、 1kΩ の抵抗とコレクターの間から 10kΩ の抵抗を出しまして、お隣の 2SA1015Y PNP 型のトランジスタに入力してます。ベースですね。で、コレクターは 10kΩ で設置してますが、その間からオシロスコープに出力するラインを作ってます。エミッターは 5V とつながっています。このような回路を作ってみました。では、この回路ですね。まず挙動数を見たいですよね。12V の電源を供給します。そして信号発生器ですね。こちらになるんですが、ウェーブはサインってなってますね。1kHz の信号なんです。電圧は 2V ピークトゥーピークに設定してあります。この信号発生器から来たライン、黒のラインをグラウンドにつなぎます。赤をフィルムコンデンサーに入力します。で、続きまして、オシロスコープのプローブですよね。プローブのグラウンドはブレッドボードのグラウンドにはめます。そして、プローブをですね、オシロスコープで見る出力のラインにはめます。これで電源を供給します。5V が供給されました。信号を与えてみます。するとですね、このような、方形波が見れたんです。ちなみにですね、これ電源切りまして、オシオのプローブをですね、わざとフィルムコンデンサーの入力にはめます。で、電源入れますと、見えますでしょうかね。制限波が入力されたというのは確認できるんです。1マス 1V ですので、2マスで 2V ピークトゥーピーク。そして1マスの時間軸が1ミリセコンドになってまして、上がって下がって上るまで1マスということですので、逆数をとってこれは 1kHz だと入力がわかるんです。で、もう一回電源切ってですね、オシロを外しまして、元の出力の位置にオシロをはめます。で、電源入れます。と、方形波出てくるんですよね。これが制限波を方形波に変える挙動だったんです。でもよく見てください。ここが 0V のラインなんですが、下がですね、マイナス 1.2V まで下がってます。で、上が 3.8V まで上がってます。そして、オンの時間ですね。少ないですね。オフの時間が多いんです。このオンとオフの関係ですね。これはデューティー比と言いまして、オン割るオン足すオフの時間ですね。求まります。ということは、オンだけでオフが0だった場合、オン割るオン足すオフでオフが0なんで、デューティー比は1になります。逆にオンが0になりますと、オン割るオン足すオフなんで、分子が0になってしまいますから、デューティー比0ということになりまして、デューティー比は0から1までを動くんです。で、このデューティー比、できれば、調節できるようにしたいですね。それを今から可変抵抗でやってみたいと思います。まだ電源を切ります。そして信号も切りますね。そして、信号発生器の入力を外しまして、フィルムコンデンサー、ちょっとずらすんですよ。そして、再び信号発生器からのラインをはめまして、ここにですね、先ほどハンドル付けした、可変抵抗、100kΩ B カーブ、これを付けるんです。さっき緑の線でしたけど、ちょっと取れちゃったんで、また黒に付け替えました。これを、まずは赤をフィルムコンデンサーに付けます。で、黒をですね、
NPN 型のトランジスタのベースにはめるんです。このようにしてみたんです。これでですね、まず電源入れてみます。そして信号を与えます。するとですね、さっきの信号は出たんです。これで可変抵抗のつまみを左に回していきますと、電圧の場所が変わってデューティー比も変わるんです。で、この位置ですね、真ん中ぐらいに持ってきたいんです。このくらいですか。これはですね、下がマイナス 2.5V、 上が 2.5V になってますんで、真ん中ぐらいに来てます。そしてデューティー比ですね、オンの期間が 0.5 秒、オフの期間が 0.5 秒だと、まあ、こういうふうに見ますと、これはデューティー比は 0.5 ですね。これをですね、もっと回してみます。するとですね、これデューティー比が1になるわけですね。でスパイクが出てますけど、これは無視しまして、まあ、このようにデューティー比が調節できる、こういう回路ができたんです。簡単にはなるんですが、これが今回のダーリントン接続、 NPN 型と PNP 型で制限波を方形波にしてみる回路の動画だったんです。で今回使った資料ですね、これはこの動画の下の説明欄からダウンロードできますので、ぜひご覧になってみてください。それではどうもありがとうございました。